はい、どうも、さきです。今僕はですね、東京の、とあるホテルに来てます。はい。とあるホテルといっても、蒲田なんですけどね。僕からすると久しぶりに来たなというね、ちょっとした馴染みのある場所ではありますけれども、一時期ですね、移動があって、蒲田の方に3年ほどおらしてもらいました。そこではね、ラプレ蒲田院の方で、毎日のように現場立たせてもらって、日々患者さんのリハビリとか入らせてもらってましてね、今また移動があって、今滋賀県の方おるわけで、久しぶりに来たなという感じなんですけれども、はい。ちょっと夜なんでね、ちょっとね、声はね、あんまり張り切れない感じで、ちょっと動画撮ってるわけなんですが、はい。今ね、蒲田のホテルにいると、明日ですね、快眠訓練指導士養成講座というですね、要は睡眠の質をアップさせて、ぐっすり眠れる。で、結果それでね、心身のね、健康をゲットしていこうという、そんな知識を身につけられる、プロにね、育成するような、そんなセミナーをね、させてもらっておりまして、明日、その日なんですよ。で、ちょっとね、僕の方でもお話しさせてもらうこと、機会をもらってるわけなんですけれども、やっぱりね、睡眠に関してはですね、多くの方が悩まれてるんですよね。自覚がある人もいればですね、自覚がない人も結構多いと。睡眠言うたらですね、寝てる間って言ったら当然無意識なんで、なかなか睡眠にね、本当は睡眠の質が悪くなってて、悪影響を受けてるはずなのになかなか気づかないという人もね、すごく多いと。これはね、ちょっと統計的にもね、そういうデータ出てたりするわけですよ。睡眠のに悩んでないという人の9割はね、睡眠障害を、何らかの睡眠の問題を抱えてるとね、いうふうにも言われたりするぐらいなので、人間のね、三大欲求土台の部分とも言われますし、すごくね、多くの方に、もちろんあなたにも関係してくるところではないのかなと思ったりするわけなんですが、明日そのセミナーやるんですね。はい。やっぱ多くの方が悩まれる、しっかり勉強してほしいなと思うんですけれども、やっぱりね、例に漏れず認知症の方もですね、やっぱり睡眠に悩まれる方すごく多いです。はい。実は今日ですね、東京の方に移動する前ですね、お昼過ぎぐらいに、オンラインリハビリというね、ズーム上でですね、お会いして、リハビリして認知症状改善させるっていうね、そういうのを、やってるわけなんですけれども、新しく、はい、初めましてでお会いする、お約束してたね、患者さんがいてたんですよ。事前にね、問診票っていう形で、情報をいただくんですけれども、この方もね、やっぱり睡眠に悩んでおられましたね。はい。書かれてるんですよ、ご家族さんがその様子をね。夜中何遍も起きると。はい。で、そのペースもね、30分から1時間おきに起きてはトイレ行くんだそうです。なかなかですよね。2時間、3時間おきに起きるんです。で、ね、なかなか寝れない様子だとかね、いう方おられるんですけど、さらに頻度が高いと。猛者やな、これは、と。はい、いうところでね、どんな感じなんだろう、あれこれ考えながらね、ちょっとね、喋ることとかね、いろいろ、考えていたわけなんですけれども、ちょっとね、都合がね、急遽合わなくなっちゃいまして、はい、日程変更という形になり、残念ながらね、ちょっとその方とはお話ができなかったんです、今日に関しては。また後日、はい、別日にね、振り返りになったわけなんで、後日ね、ちょっと改めて喋っていけたらとは思うんですけど、やっぱこのようにですね、睡眠に関する悩みっていうのを抱えてる方すごく多いわけです。なかなか寝れない。この夜中に何度も起きちゃうっていうパターンは、睡眠障害で言うならば不眠症のうちの一つかなとは思ったりするんですけれども、やっぱり寝れないとね、辛いしね。で、認知症の方で言ったら本人さんももちろん症状強くなりますけど、周りの家族さんもね、やっぱり寝れなくてそれにつられて。で、その家族さん自身も心身ともにしんどくなるというね、方もとても多いなというところですので、ぜひ気をつけてほしい。改善させたいポイント。急いでね、早めに改善させたいポイントかなとは思ったりするわけですけど。でも冷静に考えたらですよ。30分に1回ね、トイレに起きると。異常、おかしいというかね、トイレに起きる。トイレに行きたがるっていうふうにね、このね、パターンの方でね、思われる人もいるんですけどね、30分に1回トイレ行きたくなることなんてね、普通に考えたらありえないんですよね。はい。あなたもどうでしょうね。夜中起きててですね、夜中寝ててですね、30分に1回ね、トイレ行きたくなったことあるかって言ったら多分ないですよね。はい。おしっこに起きたいんじゃなくて、そうじゃなくて何かね、別の原因があるんじゃないかなというふうにね、僕は睨んではいるわけなんですけれども、結構こういうパターン多いんですよね。トイレに起きるからイコールトイレに行きたくなる。なんでトイレに行きたくなるんだろうみたいなね。そういうふうに考えたりする人いるんですけどね。違うとね。別の要因がトイレに活かしてるかもしれないっていうね。なんかこんなふうにもしね、考えられるだけでもですね、取れる対策って違ってくるのかなと思います。はい。一つのね、例えですけれども、やっぱりね、夜中にパッて目覚めてしまう。変に目が覚めてしまう理由の一つにね、やっぱりね、ちょっと
相性の悪い寝具を使ってしまってるとかね。まあ、こういうのもあるわけですよ。はい。まあ、今の時期とかとても暑いじゃないですか。だからね、こう寝苦しいと。で、そんな中ですね、使っているお布団がですね、汗をね、こもらしてしまうようなね、汗をね、こもらして、ムレムレ状態にしてしまうとですね、より寝苦しくてですね、あ っていうふうにこう目覚めてしまってね。で、目覚めたらね、なんかとりあえずトイレ行こうかなとかね、そういうふうな形になってしまったりもするわけなんですね。はい。だからこそですね、やっぱりその辺ね、こう、汗で蒸れたりしないような寝具使うとか、まあそういうことするだけでもね、全然夜中ね、起きることが減ったとかね、いうパターンもあったりするわけです。まあ僕もね、もともとは、まあ、ちょっと大きい声ではなかなかそれこそ言えませんけれども、某、量販店、はい、超有名量販店でですね、まあ安く、手に入れたお布団をですね、ずっと使い続けてきた、はい、まあ男ですから、いざね、まあちょっとね、今回、僕らの方で提携じゃないな。まあ、ちょっとね、贔屓にさせてもらってます、眠り屋さんというね、大郷さんが仕立ててくれてる寝具をね、まあ、僕も利用させてもらってですね、あ、ぐっすり寝るってこういうことか、みたいなね、こんな風にね、体験したところもあるから、まあ、ちょっとね、偉そうに言わせてもらってるところもあるわけなんですけど、はい。だやっぱりね、そういったこともね、こう、踏まえていろいろね、工夫ができると違うかもしれませんというところです。まあ、今日に関しては、まあ、ホテルに寝、ね、泊めさせてもらってるということなので、大郷さんのお布団じゃないわけですけれども、まあ、ちょっとね、若干の寂しさありますが、はい。まあ、ちょっとでもね、寝れるようにね、したいなと思います。やっぱりちょっとね、違う寝具使ったりとかするとですね、以前やっぱ大郷さんのとこのね、眠り屋さんのね、お布団すごいなっていうふうにね、やっぱ改めて思うこともあったりするんでね、まあ、それはそれでね、いい体験だなと思わせてもらってるわけなんですけれどもね、はい。まあ、ちょっとだんだんまとまりもなくなってきたんで、はい。まあ、結論。やっぱり睡眠について学ぶっていうのは、いろんな意味で大事なんだなというふうには思いました。はい。ぼちぼち、僕もお休みさせてもらおうと思います。はい。もう7分も喋ってますわ。今日も動画ご覧いただきありがとうございました。また動画の方更新していきます。ぜひぜひ見てください。それでは、さよなら。